私はあんたがいると落ち着いて里帰り出産できないの。他人は私が帰るまでこの家から出て行ってちょうだい。そのように叫ぶ義士、そして夫と義母は義士に同調する。こうやってはっきりと言わないとわからないなんて本当に情けないな。私ももう限界だった。どうしてこんな風に彼らに私は存在に扱われないといけないのだろうか。私はニコッと笑って彼らにこう答えた。では実家に帰りますね。それから私は実家でゆっくり過ごしていた。すると一週間ほど経った頃だろうか、夫や義母から鬼のように電話がかかってきた。もしもし、一体どうしたの？おい、一体どういうことなんだよ。私の名前はひとみ、31歳の主婦だ。夫の涼介とは3年前に結婚した。私たちの出会いは合コンだった。彼が私に一目惚れをしたと言って猛アプローチをしてきたのだ。私は推しに弱かったので、夫からそうやって積極的に来られて好きになってしまった。それから順調に交際をしていた私たちは、交際を始めてから1年半ほどが経った頃に結婚をした。新婚生活はとても楽しかった。だがそれは長くは続かなかった。理由は義母にある。義母は1年前から急に私たちが住む家に無理やり引っ越してきた。というのも、義母は義父と突然離婚をしたらしいのだ。なぜ離婚をしたのかは詳しく教えてもらえず、私たちは義母を受け入れるしかなかった。義母は私たちに家に入れてくれなかったら路上でのたれ死ぬとまで言ってきたので、そこまで言われてしまったら家に入れるしかなかったのだ。ただ義母は口を開けば義父の悪口ばかり言っていて、あんな男こっちから願い下げよとこき下ろしてきた。財産分与だけじゃなくて慰謝料でも支払ってもらえばよかったわ。本当に最低な男よ。義母はそうやって義父を罵倒しているので、私は何かとても許せないことがあったのだろうと思った。でも義父とは今まで直接会ったことが何回かあるが、正直言ってそんなにひどいイメージはなかった。だが義母は口を開けば義父の悪口ばかり。私の知らないところで義父は何かやらかしていたのかもしれない。どうやら義父が離婚届を置いて勝手に出て行ったらしいので、よほどのことがあったのか義父がひどいのかどちらかだ。まあ義母が話してくれない以上、私は知る由もないが。そして始まった同居生活だが、私は思っていた以上に苦労した。まず義母は何も家事をしてくれないのだ。あなたがいるのにどうして私が家事をしなくちゃいけないの？義母は当たり前のようにそう言ってきた。私はパートで働いていたので、せめて私が仕事の時は家事を手伝ってほしいと言ったのだが、義母は全然聞く耳を持ってはくれなかった。家事は全て嫁の仕事でしょ。姑にやらせようだなんて生意気よ。そうやって逆切れまでしてくる始末。私は少しでも家のことを手伝ってほしくて、夫に義母の言動について相談してみた。しかし夫は義母の味方だったのだ。母さんも大変な思いをして別れたんだ。傷が癒えていないんだから、家事はお前がやってサポートをしてあげろよ。身の回りのことをやってほしいと思ったから、母さんだってここに引っ越してきたわけだしさ。そんな。っていうか俺は仕事で疲れてんだよ。お前と母さんの問題は自分たちで何とかしろよ。姑問題とかマジで面倒だから巻き込まないでくれ。そうやって夫は自分は関わりたくないという旨を話してきた。本当に夫はご都合主義というか、自分勝手というか。義母が同居してからというもの、夫の嫌な部分もどんどん見えるようになった。少しでもいいから話を聞くなり、嘘でも私の味方をしてくれる言葉があるなら納得できるものの、夫は我関せずの発言のみ。結局私が何を相談したところで、それもこれも私が悪いのだそうだ。そして私にはまだ厄介な存在がいた。それは義士の奏だ。義士は義母以上に面倒で、私と顔を合わせるたびにひどいことを言ってくる人だ。この前なんて私のことを家政婦呼ばわりしてきた。ちょっと家政婦さん、私タバコが切れたんだけど。そう言って私を呼びつける義士。そもそも私はタバコを吸わないので、この家でタバコは吸わないでほしい。だが私の気持ちなんてどうでもいいようで、義士は私にタバコを買ってくるように指示してくる。ああ、
ついでに甘いものも買ってきて。もちろんお母さんのもよ。まあ、かなでったら優しいわね。かなで大好き。私もお母さんのこと好き。義母と義姉はそうやってアホみたいなやりとりをしてキャッキャとしている。私が二人との関係性が良ければ笑ったり微笑ましく思ったりいい感情が出てくるのだろうが、二人からいびられて嫌な印象しか持っていない状態だと気持ち悪くて仕方ない。私はとてもイライラしながら義姉のタバコと二人のお菓子を買いに行った。しかも私がパートの日だとしても義姉は朝早くからやってきて私にいろいろと命令をしてくるのだ。義姉は数年前に結婚をしているので本来なら旦那さんのために家事をするべきだろう。だがそんなことはせずにいつも私たちの家にやってきては義母と一緒に私をいびっては楽しそうにゲラゲラと笑うのだ。そうやって私を罵倒し続ける義母と義姉だが、ある日の会話の内容は意外なものだった。お母さん、私実はお母さんに話したいことがあるの。一体何だいかなで。聞いても驚かないでね。私妊娠したの。今3ヶ月だって。え、本当に？うん、私妊活を頑張った甲斐があったみたい。まあ素晴らしいわね。私も自分のことのように嬉しいわ。義姉と義母の2人は抱き合って喜んでいた。今年で義姉は34歳だ。まあそれくらいの年齢でも子供を産むことは珍しくないが、それでもまあまあ遅い方だと思う。多分なかなか生まれない中で妊活を頑張ってきたのだろう。ねえ、ひとみさん、聞こえてた？私妊娠しちゃったみたいなのよ。ええ、もちろんですよ。お姉さん妊娠おめでとうございます。私は素直におめでたいと思ったからそうやってお祝いの言葉を伝えた。だが義姉はここでも私をいびってきた。ひとみさんは全然子供ができる気配ないよね。不妊なんじゃないの？長男の嫁なのに馬爪とかやば。いい年してやばとか言ってくるお前の方がやばいわ。心の中でそう悪態をつきつつ私は聞き流そうとした。だがそんな義姉の言葉に義母までも乗っかってきた。確かにひとみさんは女としての魅力が皆無だもの。凌介もあなたのこと女として見てないんじゃないかしら。はあ、そっか、家政婦代わりだもんね。そりゃ仕方ないわ。そうやって義母と義姉は私のことを罵倒してきた。ただただ自分の妊娠を喜べばいいだけなのに、なんで私のことをこき下ろさないと気が済まないのだろうか。そういう精神性の低さに本当に呆れてしまう。だが義母の言う通り、私は夫との夫婦の会話が減っていて夜の行為も全然していなかった。まあ私は3人分の家事をやって、義母や夫からあれこれと面倒なことを押し付けられて、いつも一人でいるから夫と2人で過ごす時間を作ることはできていない。それに夫自身もそういう作る気がなさそうで、基本的に帰りは夜中で、土日だって友達と遊んでいるか家でゴロゴロしているだけだ。だから確かに女として見られていないのかもしれないけど、ただそんなことはこの二人に言われる筋合いはない。そんな中義姉は驚きの発言をした。もうちょっと先の話になるんだけどさ、実は里帰り出産をする予定なの。やっぱりお母さんがいる実家が一番安心できるじゃん。それにこの家には家政婦がいるからね。そう言って義姉はニヤニヤしながら私を見てきた。きっと里帰り中の身の回りの世話を私に全てやらせるつもりなのだろう。私は一気に憂鬱な気持ちになった。これからしばらく義姉がずっと家にいる状況ができるということか。今までは泊まることはせずに夜には家に帰っていた義姉。それがずっとこの家にいて寝泊まりするのだから本当に迷惑だ。私は憂鬱で仕方なかった。さすがに限界を迎えそうだと思った私は夫に相談をすることに。ねえ、お姉さんが里帰り出産でここに来るの止めることはできないかな。ああ、なんでだよ。だってお姉さんとお母さんが揃うと私はいつまでもひどい扱いを受けることになるから。ああ、そんなのお前は専業主婦なんだから仕方ないだろ。どうしてそんなことが言えるのだろうか。私のことをもっと大事にしてくれないのだろうか。だが夫は私のことなどお構いなしだ。そして夫の仕事が休みの日に義姉は当たり前のようにやってきた。ああ、姉さんいらっしゃい。お腹もどんどん大きくなっていってるね。凌介ももうすぐおじさんになるわね。
まあ本当は父親になりたいのにダメな嫁をもらうと本当に辛いわね。マジでそれな。本当にもっといい嫁をもらえばよかったって思うわ。夫と義士は私が目の前にいるのにもかかわらずそうやって罵倒してきた。そんな中、義士は耳を疑うことを言ってきた。あんたいつまでここにいるわけ？さっさと出て行ってくれない？え？義士の言葉が理解できなかった私はその場で固まってしまった。すると夫も義士の言葉に続いてこんなことを言ってきたのだ。姉さんの言う通りだぞ。お前はどうしてそうやって空気が読めないんだ？ちょっとどういうこと？出て行けって本気で言ってるの？私がそう言うと二人はため息をついた。ああ、これだから理解力のないバカな女は嫌いなんだ。私はあんたがいると落ち着いて里帰り出産できないの。他人は私が帰るまでこの家から出て行ってちょうだい。そのように叫ぶ義士、そして夫と義母は義士に同調する。こうやってはっきりと言わないとわからないなんて本当に情けないな。凌介には新しい嫁が必要かもしれないわね。私ももう限界だった。どうしてこんな風に彼らに私は存在に扱われないといけないのだろうか。私はニコッと笑って彼らにこう答えた。では実家に帰りますね。私がすんなりということを聞き、そしてなおかつ笑っていることに義実家の人たちは奇妙に思ったようだ。何笑ってんだよ。あなた頭おかしくなったの？私たちは出て行けって言ったのよ。うん、分かってますよ。すぐに引っ越し業者に連絡をしますね。彼らは気味が悪いと言って私をいぶかしげな顔で見てきた。だが彼らにどう思われようが関係ない。むしろ私は彼らに制裁を加えることが嬉しくてニヤニヤしていた。まあ多分それが気持ち悪いと思われている原因なのだろうが、それでも私は笑わずにはいられなかった。義母と義士はもちろんのこと、夫も重大なことを忘れている。もしかしたら義母と義士は夫から聞かされていないのかもしれない。だから忘れているというよりも勘違いかもしれない。まあ義士と義母と一緒になって出て行けと言っている夫に対してはドン引きだ。この家が誰の家なのか分かっていないなんて。何を言っても彼らには無駄なのは承知なので、私は気にせずに引っ越し業者に電話をした。もうこの人たちとは関わりたくなかった。私が引っ越し業者に電話をし始めると、義実家の人たちは勝ち誇った顔をしていた。ただの強がりね。出ていくしかないからショックを受けているのよ。どうしようもないからあんな風に笑ってごまかしているのか。まったく紛らわしい女だね。そして惨めだね。本当に腹が立つ人たちだ。だがここで怒ってもこのバカな家族と同類になってしまう。私は我慢して引っ越し業者への依頼を続けた。私が電話を終えると夫が離婚届を出してきた。出て行くんだから当然だよな。今まで俺の稼ぎで好き勝手やってきたんだから捨てられても文句は言えないよな。ちなみに慰謝料とか財産分与はなしだからな。俺は今までお前を養ってきたんだから。ええ、いいわよ。その方がこっちとしても手続きが楽で助かるし。夫は離婚すること以上に私に何も支払わずに済んだことにほっとした。ほんと邪魔者がいなくなってせいせいするわ。私もリラックスして出産に集中できるわ。義士も義母もそんな風に言って笑っていた。そして2日後、引っ越し業者が来て私の荷物を運び、私は実家へと帰っていった。義実家の人たちはニヤニヤしながら私を見送っていた。今にその笑いが消えるからな。覚悟しておけよ。私は心の中でそう唱えながら家を後にした。実家に帰ると両親が温かく出迎えてくれた。大変だったな。まさかあんな人たちだったなんてね。もう手続きは済んでるから安心しろ。ありがとうお父さん。せっかく譲ってもらった家だったのにごめんね。兄、家よりもお前が幸せかどうかが大事だ。今回は運悪くダメな男と家族に当たってしまっただけさ。父にそう言ってもらえて私は少し気が楽になった。それから私は実家でゆっくり過ごしていた。すると1週間ほど経った頃だろうか、夫や義母から鬼のように電話がかかってきた。私はサイレントモードにして電話は全部無視をしていた。
私はサイレントモードにして電話は全部無視をしていた。どんどん着信件数は溜まっていき、大台の100件は1日で超えた。相当焦っているんだなと、私は着信件数を見ながら笑った。そろそろ出てもいいかと思って、私は電話に出た。もしもし、一体どうしたの？私たちもう離婚したわよね。おい、一体どういうことなんだよ。なんで退去勧告の通知が来てるんだよ。ああ、それはその家を売ったからね。ああ、ここは俺の家だろ。あんたバカなの？っていうか、どうやったら私の父の家を自分の家だと思い込むことができるの？え？お父さんの家？私はとことん呆れてしまった。いつからか彼は自分の家だと思い込んでいたようだ。それじゃあ、俺たちはここから出ていかないといけないのか？当たり前でしょ。退去勧告が出ているのに居座ったら不法侵入で捕まるわよ。そんな、姉さんが里帰りしてるのに、しかも俺と母さんが住む家だってなくなるじゃないか。知らないわよ。あなたたちの自己責任でしょ。私には関係のないことだわ。頼むよ。俺たちは夫婦だったじゃないか。ええ、私の人生最大の汚点ね。あなたとなんて関わらなければよかった。ひとみ。とにかく私たちはもう離婚して赤の他人なの。その家からは出て行って、そしてもう二度と電話をかけてこないでちょうだい。私はそう言って電話を切り、夫の電話番号を着信拒否にした。それから義母からも電話が来ていたが、無視をしてそのまま着信拒否にした。こうして私は義実家と完全に縁を切ることができた。ちなみにそれから少し経って義父から謝罪の連絡が来た。バカな息子と娘と元妻が迷惑をかけたみたいで本当に申し訳ない。あれからあいつらは私を頼ってきてね。事の経緯を聞いて呆れたよ。もちろん私も縁を切ってるから追い返したが、ひとみさんにも相当な迷惑をかけたと思って謝りたかったんだ。お父さん、わざわざご連絡をありがとうございます。本当にあいつらはどうしようもないな。私が離婚したのもあいつのわがままさや子供たちを溺愛して甘やかしすぎるところだったんだ。私の給料はほとんど使われてしまって、貯金も全くないことに怖くなってな。あいつはそれでも娘や息子にブランド品などを買い与えようとしたり、浪費が止まらなくて、それで愛想を尽かしてしまったんだ。確かに義母はすぐに高いものを買おうとしていた。高級寿司の出前を取ろうと言ったり、外食をしようと言ったりもしていた。私が家計を管理してそういうのは断っていたから、きっと義母は私が気に入らなかったんだろう。ちなみに義父から聞いた話なのだが、義子はなんと旦那さんから家を追い出されていたらしい。というのも義子の不倫が発覚して、お腹の子供が旦那さんの子なのかわからなくなったからだそうだ。まあ不倫している時点でもうアウトなので、関係を修復することは無理だろう。結果的に義子も住む家を失い、現在は義子と義母と元夫で狭いアパートに暮らしているらしい。そして元夫は浪費家な二人と、これから生まれてくる赤ちゃんのために働かなければならない。相当な稼ぎがないと賄えないと思うが、きっと元夫の給料では無理だろう。いずれお金が底をつきて大変な目に遭うだろうな。まあもう私には関係のないことだが、一方私は無事に再就職が決まり、今は実家で両親と楽しく暮らしながら働いている。とりあえずは貯金をたくさんすることを目標にして頑張っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。